しかし驚きましたね。田中がしかし従って前目の位置。横山、横山、横山、1対1同点。さあこれで状況はイーブンというよりちょっと日本優勢。横山来い、横山来い、横山、横山逆転、日本逆転。横山久美、5試合連続、またしても、またしても、またしてもピンチを救いました。何人抜きましたか今。これはすごいですね。マラドーナもびっくりの5人抜き。いやもう、そして何よりかにより日本逆転。冷静です横山。ちょっともうこれは解説の必要がないゴールですね。もう見て見てくださいって感じですね。同点ゴールのコーナーからの一連のシーンを手元のメモにきちんと誰から誰へとメモをしようとしていたら、こんなすごいシーンが生まれました。もうメモいいや。70分後半の25分、日本逆転に成功です。これは大きいですね。いや大きいなんてことじゃないですよ、はい。